笑いコンビ、アンガールズの田中隆、47が31日、都内で行われた、アンガールズ、田中隆、初のエッセイ集、ちょっと不運な方が生活は、楽しい観光記念イベントに登場した。今年結婚して、話題を集めた田中が、自身初のエッセイ集を刊行する。ベストエッセイ2022に選ばれた母とのお弁当の思い出や相方、山根義明との歩みなどを綴った。この日は、フォトセッションで、ジャンガジャンガポーズを披露するなど、ハイテンションの田中は、初エッセイについて、僕の半世紀で読み応えがあると思います。エッセイスト田中として頑張っていきたい。反響があれば嬉しいですね、と47歳にして新境地にチャレンジだ。そんなエッセイストは締め切りに相当苦労したようだ。対策として小説新潮での執筆スタート時に5編のストックを作ったようで、1年半の最後の執筆で5個目を使い切ったので、保険をかけておいてよかったです。若手作家が締め切りを落とすわけにはいかないので、とギリギリの戦いだったことを明かし苦笑い。さらに、本当は内容を、ふっと思いついた、とか言いたいけど、きつ、茶店で、くーって絞り出しながら書きました、笑い。でも後半はつかめていて、テレビの収録の合間とか、に書いたりと、作家として手応えもあったようだ。お気に入りの辛かったエピソードについては、港区女子とトラブルになった話と即答すると、なんで世の中の人が港区女子をチヤホヤして崇めるのかわからない笑いとついでに批判。キモキャラとして芸能生活を送った弊害として他の人だったらありえない経験をしてきたと話し、世の中やばい奴が多いとぼやいた。本編のタイトルは、不運な方が生活は楽しい、だが、結婚生活は順調に楽しんでいる様子。奥さんとの何気ない会話が好きだと言い、こういうことがあった、だよって人と共有できるのが充実してるなって感じます。本当に笑ってくれたりするだけで楽しいですよねと微笑んだ。